私にとっても新しいチャレンジの年にしたいなと思ってます。できれば僕は一番になりたい。いつもじゃんけんして負けるのも嫌いだ。久々にあの鬼の柱に戻ります。平均年齢24歳。チームの若返りを図って今シーズンに臨んだ柱谷哲司監督。しかし7戦にもわたってチームは勝利に恵まれず、3勝10敗4引き分け、リーグ順位21位。相次ぐ選手の故障、新システムの迷走、経験不足から来る決定力の不足、原因は多くあるのかもしれません。ただその中でチームがいい方向へ向かっていたことも事実です。しかし前節北九州戦ではまさかの逆転負け。この状況を打破するためにクラブは苦渋の決断を下しました。やっぱショックでしたし、まあ最後は監督が責任取るっていうのは当たり前のことかもしれないですけど、僕たちが勝てなかったからっていうのが原因なので、やっぱ悪いのは僕たちなので、まあやっぱショックでしたね。そうですね。最後、まあお前たちはできるっていうことは言ってくれたんで、やっぱ最後まで信じてくれたとは思うので、これから自分たちがやらないと何のためにそうなったのかっていうのが分からなくなるんで、はい。悔しい気持ちと、まあ、一緒にもうちょっとやりたかったっていう思いがあったんですけど、まあそれはもう変えられないことなんで、その哲さんのね、意思を継いで、まあ哲さん本当5年、まあ、4年半っていう長い間このチームにいろんなものを残していってくれたし、素晴らしいものもたくさん残してくれたんでね、特にこう魂っていう部分ではね、僕はずっと長くやってたんで、しっかり受け継いでこの先に生かしていきたいと思うし、シーズン終わっていい報告が哲さんに、ね、できればと思います。若い選手も多いですし、こういう途中で監督が変わることっていうのは、まあ、プロの世界では、まあ、少なくはないことなんですけど、やっぱり初めて味わう選手も多かったしね、まあ、そういうところで、まあ、チームはまた続くし試合はすぐ続くんで、まあ、下向いてたんで、もう切り替えてこれをバネにするというかね、本当にこれをいい起爆剤じゃないですけど、そういうふうにしないといけないっていう話をして、まあ、すぐトレーニングもあったし、そこのトレーニングで下向いてやってもしょうがないんで、まあ、しっかりトレーニングやってこれをプラスにしてしっかり恩返しできるように、まあ、誰のせいでもないと思うしね、まあ、責任はみんないろんなところにあると思うんで、みんなしっかり自分を律してね、もう一回立ち上がろうっていう話をしました。選手は誰一人監督のせいだとは思ってないし、今年シーズン終わった時にこれがいいきっかけになって変われたって言えるように、これからまだまだ変われるチャンスあると思うしやっていきたいです。西ヶ谷さんは、まあ、大学から教えてもらっててすごく信頼してるし、まあ、もちろんチームのみんなも今までコーチとして教えてもらってて信頼してやってると思うので、そこは変わらずにやっていきたいですし、まあ、また新しくその監督の意見っていうのをこう選手たちに浸透させていくために、選手たち同士もそうですし、西ヶ谷さんとのコミュニケーションもどんどん積極的に取っていきたいと思います。今後
西ヶ谷ヘッドコーチが監督代行としてチームの指揮を取ることとなります。今後のホーリーホックがどうなっていくのか、選手のクラブのそしてサポーターたちの力が今試されます。こんばんは、番組 MC の佐藤拓也です。こんばんは、佐藤恵美です。ホーリーホックアイ第4回の配信です。多くの皆さんがご存知の通り、水戸ホーリーホックの橋谷哲司監督が現在の成績を受けて6月7日をもって解任という運びとなりました。これを受けて本日のホーリーホックアイでは番組を拡大して現状のホーリーホックについて考えていきたいと思います。まず拓也さん、オープニングで橋谷監督解任直後の様子を見てきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。どうしてもこういうトーンになってしまいますよね。そうですね、本当に悔しいし、はい、ね、残念だなという思いがありますね。今シーズン、今のところ3勝、4分け10敗、はい、21、この成績だけを見れば仕方ないかなっていう部分もあるんですが、この4年半という歳月、単なる4年半ではなかったと思うんですよね。2011年、クラブが本当苦しい時、新体制会見の前にですね、緊急にクラブが会見を行って財務状況についての、説明があって、その3000万円 J リーグから借りてるお金を、返すの返済を先延ばしにしなきゃいけないと、それを返せなければ最悪の事態もあり得るという、ちょっとクラブの存続の危機があり、さらにその後東日本大震災があり、本当にクラブ自体が危機的状況の中で就任してくれた橋谷監督で、さらにそこからこう自分たちが先頭に立ってこの被災地水戸に勇気を与えるんだ、前進していく姿を見せるんだということでチームを引っ張ってくれて、で本当に夢だったり希望をそこから見させてくれたと思うんですよね。で、クラブは本当そこから経営的に立て直して、その借入金も返すことができ、そこから3期連続クローズということもあって、でも、リーグでは、予算的には下位に、最小レベルだったんですけれども、チームは上位を、上位を狙える戦いを見せてくれた、それは橋谷監督の手腕あってこそだったと思うんですよね。で、塩谷選手だったり和子選手だったり、はい、橋本選手といった選手たちを羽ばたかせていった、 そうですね、その若手育成手腕も含めて、すごくこの4年半水戸にふさわしい監督だったなというのが印象だったので、やっぱりそういう意味も込めて残念だなと。残念ですよね。そうですね、もう結構私もショックを受けまして、やっぱりこういった事態も初めてでしたし、なんかこう心がこう落ち着かないというか、なんかこう大きな柱を本当に失ったような気持ちがしていましたね、この1週間ですね、はい、ただやっぱりこの結果だったり、僕の中ではその北九州戦というのは一つ、やっぱ解任のきっかけになったゲームなのかなと思うんですけど、こう今まで見てきてなんか勝ちパターンというか、この週は勝てるなみたいな思ってゲーム臨むことってあったんですけど、北九州戦は本当にいい練習ができて、いい状態で試合に臨めて、で試合もいい流れで入れて、これはもう勝ちパターンだなと思ったら負けてしまったと、ちょっとやっぱこのチーム変化必要なんじゃないかなというのは感じてたんですが、まさか北九州戦後にそういうことが起きるとは思わなかったなと、でもそれもプロの世界ですし、一番辛いのはクラブ側、特に沼田社長を、決断されたということなんですが、これまで二人三脚で歩んできて、誰よりも橋谷監督を信頼してた人なんで、その、決断した思いを、察するとまた苦しいなと。ただやっぱ哲さんの背中を押せるのは自分だしかいないという思いがあったんじゃないかなと、哲さんが、鈴木孝之選手を、の背中を押したように、沼田さんがその責任を負ったんじゃないかなと思いますね。そうですね、ということでですね、ツイッターとメールにて視聴者の皆さんからご意見を募ったところ、こんなご意見がお寄せいただいたのでご紹介したいと思います。
鈴木さん、男性の方です。これから水戸ホーリーホークを取り上げてくれて、番組スタッフの方も頑張ってくれていると思ったんですが、柱谷監督が解任されたことは残念で仕方がありません。私の意見としては、柱谷監督の解任を撤回し、シーズンまでの続投をお願いしたいです。今までの17試合でも惜敗でしたが、内容では勝っている試合もあり、特に J1 降格の大宮、千葉、札幌との試合は内容では勝っていたと思います。愛媛、岡山とでは試合は圧倒し、攻守にわたって主導権をつかみ、素晴らしい内容の試合でした。ゴールエリアでのシュート力、決定力の向上を目指して、試合では決定機も多く作り出しているのに、チャンスを逃した場面が多かったので、確実にゴールを決めることを念頭に置くことが必要であると思います、ということですね。続いて斉藤さん、男性の方です。ここで J3 に降格すれば、それもすべて水の泡になってしまうのでは。まず今シーズンの J2 残留を最優先課題として、来年以降のことはひとまず置いておいて、今打てる手はすべて打ってほしいと思う。中長期的にはまず地元での知名度を今以上に上げていく必要があると。それから近頃応援宣言の上りを見かける機会が増えてきた気がするが、それでもまだ少ない。予算的に難しいなら、もっとサポーターを巻き込む形で仕掛けてもいいのでは、ということでした。そして最後、木内さん、女性の方です。もう後がありません。やりたいサッカーではなく、勝ち点を取るサッカーをしてほしいです。絶対残留、というご意見でした。ということですけれども、はい、拓也さん、何か気になったご意見など。いや、もう皆さんそれぞれ思いがあり、皆さんの思いもすごくわかるなというところですね。はい、本当、柱谷監督との4年半を今後に生かすためにも、やっぱりここね、J2 残留だったり、はい、交代するわけにはいかないのかなというクラブの決断だったんじゃないでしょうかね。はい、はい、もう良くしていくためにっていうところですよね。はい、さまざまなご意見があると思いますけれども、次戦のセレッソ大阪戦では、西ヶ谷ヘッドコーチが監督代行として指揮を取ることが発表されています。そんな西ヶ谷監督にお話を伺いました。選手たちにはどのようなことを最初に伝えましたか。いや、別にそんなに特に変わりはないと思ってます。はい、もううちのチームスタイルっていうのはね、はっきりしているので、それをもう一度見つめ直すということと、その中でやっぱり個人の役割っていうものをもう少し明確化する、個人、グループ、チーム、そのポジションポジションであると思うので、それをもう一度明確にさせて、思い切りプレーできるような環境作りっていうのを考えてトレーニングしてきてます。良くなっていくことは絶対あると思うので、やっぱりもう少しトレーニングっていう中で、今はもう一度自分たちで頭で分かっていることが意外と体で動いてないっていうところが少し多々あるプレーの迷いの中であるっていうんであれば、それをもう一度トレーニングの中でやって、自分の頭の中っていうか、選手の頭の中を整理させるっていうことと、僕自身の頭をもう一回整理して、チームの方向性とかっていうものをしっかりゲームに向かわせるっていう部分での、トレーニングを、やってるという感じです。1週間で何が良くなる、そんな選手が急に上手くなるわけでもないし、チームは強くなるわけじゃないので、やっぱり今までこの、4年半、テッサンが積み上げてきたものをもう一度、グラウンドで選手が、体現できる、表現できる、もしくはピッチで表現、プレーできるっていうものをやっぱり僕自身は見せていきたいですし、選手もそれを望んでると思うので、それの手助けというか、そのプレーをしっかりできるように、チームを助けていきたいというか、やっていきたいなというふうに思ってます。西ヶ谷さんの色というのは出していく感じですか。それは僕の色とかかどうかは分かりません、それははっきり言って、でも僕自身、そのテッサンと長くやってきて、テッサンから学んだこといっぱいありますし、で僕自身で指導者としてやってきたものもいっぱいありますし、だそこが、やっぱり人が違えば同じことを言うにしても、ニュアンスはね、多少変わったりする部分もあると思いますし、伝え方も変わる部分もあると思いますし、なのでそこの部分で多少変わる部分はあるとは思います。でもさっき言った根本的な部分は変わらないので、それは選手は分かってくれてると思うので、それはあんまりこう別に僕に合わせてくれっていうふうには思ってないし、もちろん変えなきゃいけない部分もあるかもしれないですけど、今はそこまで、具体的にというかっていうところまでは正直言ってないと思います。どうですか、選手たちの表情だったりチームの雰囲気というのは。
うん、まあでもこの2日間だけですけど、うん、すごく充実したトレーニングはできているとは思います。もう選手も積極的にやってくれてますし、やっぱり、ね、ゲームに向けてのモチベーションだったりとかっていうものは、まあ、この2日に関してですけど、うん、高くやってくれてるなっていうふうには感じています。まあ、いきなりセレッソという強い相手と対戦しますが、うん、持ってますねじゃなくてまあでもそれが選手自身がやっぱ一つ変われるチャンスになれるゲームでもなるとは思うので、まあ、チームもそうですけど、まあ、いい意味でプラスに考えて、それはゲームに向かいたいなっていうふうには思ってます。やっぱりチームを、ね、常に応援してくださっている方には、まあ、もちろん今まで通りというか、もちろんいろんな思いはあると思うんですけど、応援していただきたいですし、もちろん選手チーム、まあ、ボクシーの力だけではこういう状況ってやっぱり変えれないですし、まあ、こういう時こそやっぱりサポーターの力は必要ですし、ファンの皆さんの力も必要なので、そこはまあ選手も含めて皆さんもちろん不安だと思います。いろんなことあると思いますけど、まあその不安をね一緒に、変えていくことでまた違った世界が見れて、また一緒に違った喜びを感じれるとは思っているので、まあ、そこのところはやっぱり引き続きというか応援していただきたいし、サポートしていただきたいなというふうには思っています。ということで、西ヶ谷監督のインタビューだったんですけれども、はい、拓也さんから見て西ヶ谷監督というのはどんな方ですか？どんな方っていうとあれですけど、うん、まあ、とにかく選手からすごく信頼されているというか、うん、本当選手から慕われているコーチだなという印象で、うんうんうん、橋本浩二がですね唯一言うことを聞くそうでした、ね、コーチだったというか、いやガヤさんが言ってるからみたいな感じでね、やってたんですけど、うん、僕個人は結構監督としての資質もあるんじゃないかなと思ってまして、うんうん、で実際中京大学という大学で、はい、新里選手がいた大学で監督もやったんですけど、 その時に総理大臣杯で全国準優勝を果たしたりとかですね、うんうん、まあ、本当手腕のある方だと思うんで、うんうん、すごく期待してるんですけどね。そうですね、はい、まあ、西ヶ谷監督またねチームをこうまとめてリーダーシップを発揮して、はい、まあ、次の試合に臨んでほしいですね。そうですね、さっきも言ったんですけど、うん、不安があるっていうことをおっしゃってて、うんうん、でその練習初日にも選手たちに不安があるんだということを言って、うん、だからこそみんなでまとまって戦おうという、うん、なんか率直な気持ちを言うところで、うん、なんかみんなの気持ちを引きつけたんじゃないかなというのを感じますね、うん、選手たちも、ね、ガヤさんのために戦おうというのを、うん、言ってたんで、うん、はい、ちょっと期待したいです、はい、はい、まあ、さて苦しい状況が続く中ではあるんですけれども、暗いニュースばかりでもありません。ホーリーホークのディフェンダーキム・ソンギ選手が朝鮮民主主義人民共和国代表選手として選ばれるという嬉しいニュースもありました。まあね、こういう時に少しでもこういいニュースがですね、届けられるというのはもっともっと明るいニュースがあるといいんですけど、はい、そうですね、はい、先日インタビューしてきましたんで、はい、はい、まあ、一つの大きな意味あったしかかる機会も大きいと思いますし、キム・ソンギ選手よろしくお願いします。お願いします。まずは朝鮮民主主義人民共和国代表入りおめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、率直な感想はどのようなものでしょうか？まあ選ばれたことは素直に嬉しいですし、こういうワールドカップ予選っていう大事な場面で選んでもらって僕の周りの人たちに全てに感謝してますし、選ばれたからにはしっかり結果で恩返ししたいと思います。代表への思いというのは相当強いものがあるんじゃないでしょうか？そうですね、昔からやっぱり代表の国旗を胸につけてプレーするっていうのが一つの大きな夢やったし、まあそれをこういう舞台で叶えることができて幸せですね。うん、ですからやっぱりワールドカップ予選っていうとまた特別な舞台だと思うんですが、はい、まあ、ソンギさん、まあ、前回大会も予選に出場されたということで、はい、どうですか、どういう気持ちですか？またやっぱリーグ戦とはまた違う気持ちだと思うんですよ。まあそうですね、うん、
国を背負って戦うってことは特別なものがありますし、ましてやワールドカップに出れるかもしれないっていうそういう緊迫した試合で自分を試せるっていうのはやっぱ誰もができる経験じゃないと思いますし、まあ今からやっぱワクワクしてますね。前回大会日本とも対戦されたということですが、はい、試合しびれましたか？そうですね、やっぱり日本と対戦するっていうのは自分個人としても特別な感情もありますし、またこうワールドカップ予選という舞台で日本とできるようにしっかり二次予選勝ち進みたいと思います。水戸ホーリーホックにとってクラブ史上初めてなんですよ、そのフル代表に選ばれる選手というのは、はい、そういう部分でもなんか誇らしいというか、僕らもすごく嬉しいんですよ。そうですね、まだ日本代表とはやっぱ違って、まあ朝鮮民主主義人民共和国の代表っていうことなんでまたこう立場は違うんですけど、まあでも国を背負ってやるっていうことに対してプライドを持ってしっかり戦いたいと思います。水戸でプレーするのと北朝鮮代表でプレーするのまたちょっと違うものってあります？プレー求められるプレーだったり。まあ僕も代表3年ぶりなんで、はい、ちょっとまあどういう戦術かっていうのを言ってみないと分かんないんですけど、やっぱそういう球際のプレーであったりそういう気持ちの部分であったりっていうのは代表であったり水戸でもやっぱ通ずる部分があると思うので、この代表で行って学んだものをまた水戸に帰ってきてみんなに伝えれたなと思います。まあ、代表には例えばチョン・テセさんだったり、はい、世界で活躍されているプレーヤーもいますけど、やっぱ彼らと一緒にこうプレーすること、また一緒に生活することで学ぶこともかなり多いんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、まあ、ヨンハスさんであったり、はい、仙台のヨンギさんであったり、まあ、テスさんもそうですけど、前回のワールドカップ予選の時はその3人と常に行動もして、まあ、寝食も共にしてっていうことでいろんな話も聞きましたし、いろんなアドバイスもいただきましたし、まあ、そういった中で自分自身もそういう経験を通して成長できたかなと思いますし、まあ、今度は僕もちょっと中堅の年齢なんで、まあ、そういうのを違う選手たちに伝えていけれたなと思いますし、でもまだまだ学べる部分もあると思うんで貪欲に学んでまた帰ってきたいと思います。またその代表での経験をこの水戸ホーリーホックというチームに還元する役割もあるのかなと思うんですが、はい、そうですね、まあ、かかる期待も大きいと思いますし、まあ、それまた楽しんで、まあ、今結果も出てないのでしっかり結果として返せるように頑張っていきます。では最後にサポーターにメッセージをお願いします。これから、代表戦に向かいますけど、しっかり結果を残して帰ってきます。でまた、水戸ホーリーホックの一員として、これからどんどん勝っていけるようにサポーターの皆さん一緒に頑張りましょう。応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。拓也さん、はい、ね、インタビューされてましたけれども、はい、いかがでしたか？いやもういい表情でしたね。やっぱりね、代表もう国を代表するって素晴らしいことですよね。やっぱり特別な舞台というか、やっぱり選ばれた選手しかそこに立つことができない、うん、 その経験というのはね、やっぱり大きいと思うんですよね。だからその橋畑、まあ、前監督もおっしゃってたんですけど、やっぱりそこに入ることで人間的に変わると、で責任が出るということを言ってたんで、やっぱりね、いい経験を積んで、水戸ホーリーホックにこうやって還元してもらいたいですよね。はい、なんかこうメンタル的にもね、もちろんテクニックもそうですけれども、いろんなものを吸収して水戸にまた帰ってきてね、元気な姿を見せてほしいですね。そうですね、ちょっと今ね、チームはこういう暗いニュースが多いんで、ね、明るいニュースをね、ソンギ選手が先発して、完封して、はい、ゴールも取って、ね、勝って帰ってくるということをね、はい、期待したいですよね。で本人はね、次節のセレッソ大阪戦、フルスで、フルス相手だっただけにすごく出たかったと言ってたんですけど、やっぱりね、その分チームメイトが頑張ってくれるだろうということも言ってたんで、
ね、周りの選手に期待したいですね。そうですね。逆に帰ってきたらソンギスにね、ソンギ君が出れなくなるぐらいのプレーを見せてもらいたいですよね、うん、はい、そうですね、うん、キム・ソンギ選手のことも私たち応援していきたいと、応援しましょう、ね、思います、はいはい、ということで非常に気になるこの次のセレッソ大阪戦なんですが、選手たちはどのように試合に向けて臨むんでしょうか。試合直前練習リポートです。内田晃平選手にお話を聞いていきます。内田選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの監督が変わって1週間近く経つわけなんですけれども、はい、こう気持ちの変化っていうのはどういったところがありましたか。芦田谷監督には感謝をしつつ、まあ、もう切り替えなくちゃいけないということで、もう西谷監督のことを大切にしてプレーをしていこうっていう、もう頭の切り替えはできてます。何かこう選手同士で話し合いをしたりっていうことはされましたか。解任ってなった時はすごい悲しかったですけど、やっぱりもう次の試合がすぐっていうことなので、やっぱりもうみんなでしっかり監督の分もやっぱり残り半分しっかり戦っていこうっていうことだけ話しました、ね、こうチームの全体の雰囲気というのはどういうふうに内田選手見てますか。良くなってきてると思いますし、やっぱりやらなくちゃっていう気持ちが全員一人一人に芽生えてきてるかなと思います。次の試合セレッソ大阪との対戦になるわけなんですけれども、こうどういう印象ですか。まあ、一人一人個々の能力が高いですし、だからこそやっぱりチーム一丸となってまとまって戦っていきたいですね。内田選手個人としてはどういった戦いをしたいと思いますか。まあ、出るポジションにもよりますけど、まあ、中盤のエリアで出たんであれば、やっぱり走り切るっていう、まあ、鉄さんの3年間教わってきたことを出しつつ激しく戦って相手を潰していきたいなと思います。こういう状況だからこそ本当にサポーターの方の、ね、後押しっていうのは大事になってくると思うんですけれども、最後に皆さんにメッセージをお願いします。ここまで戦ってきて勝ててない部分もありますけど、やっぱり下位に沈んでるだけの実力じゃないと思うので、やっぱりそれをこれから証明していきたいと思うので、もっともっとサポートしていただきたいなと思います。それでは田中雄大選手にお話を聞いていきます。よろしくお願いします。お願いします。橋谷監督から西谷監督に変わって、率直な心境の変化というのをお聞かせいただけますか。まあ、今までテスさんこう監督してやってくれたんですけども、まあ急にいなくなって、まあ変な感じではあるんですけども、塚谷さんがもともとコーチということもあったんで、まあ今はそんなに違和感なくこうやれてるかなとは思います。まだ西谷監督になって日が浅いわけなんですけれども、こう練習の雰囲気だったりチーム全体の空気というのはいかがですか。まあ監督変わったことに対してやっぱり自分たちすごく責任を感じている部分もあるんで、もうやらないといけないという状況が、もう明確に出たと思うんで、まあ、そこに向かってやっていくだけかなというような感じですね。田中選手個人としてはこうどんなプレーを心がけたいですか。まあ今までと変わりなくこう前に前に積極的に行きたいなというのはありますけども、まあ、こう最近やっぱ失点も多いということもあるんで、まあ、守備の選手なんで、まずはこう失点をしないようなっていうことを考えながら、プレーしたいなとは思います。そして次はセレッソ大阪、非常に難しい相手かなと思うんですけれども、どんな印象ですか。外人の選手がこういなくなって、安心している部分もあるんですけども、逆にこう日本人の選手が、真面目にこう守備も攻撃もやっていくんじゃないかなっていうのもあるし、まあ、特に前線の3人の選手っていうのはすごく協力的な部分があるんで、まあ、そこをうまく抑えながらも、まあ、自分たちの良さというのを出していけないかなとは思います。テスさんがいなくなっても自分たちやれるってことを見せたいし、やっぱりテスさんいないとダメなんかって思われたくもないんで、まあ、自分たちの良さというのを押すためにもすごくいいきっかけになると思うんで、まあ、しっかりとした戦い方をしたいなと思います。それでは最後にサポーターの方にメッセージをお願いします。
いつも熱い応援、ありがとうございます。まあ、監督も変わって、サポーターの方々も少し不安に思っているかもしれないですけども、その不安をこう払拭できるような試合を、したいと思うので、ぜひとも足を運んでいただけたらと思います。また応援の方お願いします。ありがとうございました。田中雄大選手でした。ありがとうございました。今回の試合直前練習リポートは田中雄大選手と内田晃平選手にお話を聞きました。ということで拓也さん、はい、次のセレッソ大阪戦ポイントはどんなところでしょうか。はい、まず一つ目がですね、じゃん、徹底ということですね。はい、はい、まあこう監督が変わって1試合目ということで、うん、すごくチームマネジメントが難しいと思うんですよね、うんうん、でもやっぱりやることを逆にシンプルにして、うん、一人一人に明確な役割を与えて戦うことが大事なんじゃないかなと思うんですね、うんうん、はい、で結構橋谷前監督の時は一人がいくつかの、ポジションを、でプレーしたり、いろんな役割を頭の中に入れてこう臨まなきゃいけなかったんですけど、特に交代選手なんかそうなんですけど、はい、じゃなくてもこの選手はこのポジションでプレーするんだ、うん、ここの役割だけは絶対守れよというぐらいこうシンプルに、してあげて出す試合に送り込むことが大事なんじゃないかなと、うん、ね、一人一人が自分の役割を全うする、うん、そこに尽きるんじゃないかなと思います、うん、はい、そしてもう1点、はい、もう1点、はい、ダン、ビビるな、うん、もうこれは言いたい、こうやりますね。そうですね、やっぱりね、セレッソ大阪というと、ね、うん、去年まで J1 にいて、ね、J1 で優勝争いもしたこともあり、でさらに、ね、今回は代表選手はちょっといないんですが、フォワードには、元日本代表の玉田選手だったりね、やっぱもうタレント軍団ですよ、うん、J2 で圧倒的な戦力を要するチームです、うんうん、ね、その相手に名前負けしてたら勝てるわけがないですよ、うん、そうですね、もうこのね、もう失うものは何もないって言ったら変かもしれないですけど、うんうん、もう恐れるものはないんじゃないかと、うん、ホームでしかもマスで、うん、ね、積極的に自分たちの全てを出し切って、はい、もう逆に、ね、相手との力の差なんてないんだということを示してもらいたいですよね、うん、まあ、もちろんリスペクトした中で戦うことは重要だと思うんですが、はい、うん、もうとにかくビビるな、消極的なプレーはするな、うん、それは言いたいですね、うん、そうですね、はい、そこがポイントになるんじゃないかなと思います、うん、頑張ってほしいですね。やっぱこういう時だからこそホームのサポーターもね、うん、積極的な声掛けをしてもらいたいなと思うんですよ、はい、ですね、選手たちに勇気を与えるようなね、うんうん、やっぱ苦しい、さっき西川さんも言ってたんですけど、はい、苦しいのはみんな不安をみんな抱えてるんだということを分かっていただいて、うんうん、ね、ここをみんなで乗り切ろうじゃないかというような試合にしてほしいし、そういうスタジアムの雰囲気になってもらいたいですね、はい、サポーターもね、うん、ですよね、はい、で、まあ、橋谷前監督にありがとうというようなゲームをしたいですよね、うんうん、はい、見たい、見たいです、そういうゲームを、はい、はい、ホーリーホック愛。それでは今週の水戸ホーリーホックのホームゲームの情報をお知らせいたします。セレッソ大阪との試合はケーズ電機スタジアム水戸にて6月14日13時キックオフです。一般入場は11時からとなっております。当日は小美玉市の日といたしまして、小美玉市に在住在学の方を無料でご招待しております。というわけで拓也さん、はい、もう次は絶対に負けられない試合ですね。そうですね、とにかく次回はもっと明るいトーンで、ね、そうですね、お送りしたいですね、はい、もうちょっとついついこの辺にシワが目に見えて、なんか余計なこと言っちゃいけないのかなみたいな雰囲気もあるんで、うん、はい、もうちょっとね、いろいろ今日に向けて企画をしてたこともあるんですが、うん、ちょっとそういう状況じゃないぞ、はい、ということになってしまったの で、ね、やっぱ明るい情報を、ね、うん、たくさん伝えられる番組に、ね、そうですね、していきたいのでね、はい、ぜひ日でも勝っていただいて、うん、本当にクラブ一丸、チーム一丸、うん、全員で勝利を勝ち取ろうじゃないかと。そうですね、ね、ね、皆さんいろんな思いあると思うんですよ、うん、ね、この解任に関して、うん、ね、疑問を持っている方もいらっしゃると思うんですが、うん、やはりこの水戸ホーリーホックが次の一歩を踏み出すために、うん、やっぱ気持ちを切り替えて、うん、ね、この皆さん、選手たちに声援を送ってもらいたいなと思います、うん、はい、勝ちましょう、はい、うん、セレッソに勝ったら、うん、これはもうチーム盛り上がる、自信持ちますよ、ね、そうですよね、はい、もう全員でここをこう乗り切っていかないといけないですね、はい、そうですね、はい、はい、
さて本日インタビューに答えていただいた田中雄大選手と内田晃平選手のサイン色紙を2名の方にプレゼントいたします。詳細はこちらまでよろしくお願いします。それでは、6月14日セレッソ大阪戦スタジアムでお会いしましょう。勝ちましょう。それでは皆さんさよなら。さよなら。